エスメラルダは19世紀後半にチリ海軍が保有したコルベットの一隻。同盟のチリ軍艦としては二代目となる。スペインとの戦争及び南米の太平洋戦争で使用され、行き来の海戦で沈没した。1852年6月30日にチリ政府は蒸気機関搭載のコルベットを建造する方針を 決定した。しかし、議会の承諾がすぐに得られなかったので、着工は遅れて1854年となった。イギリスのケント州、ノースフリートにあった、ヘンリー・ピッチャー像船所に発注され、1854年12月に、寄港された。1855年6月に浸水し、かつて、スペインから露角したフリゲートの艦名にちなんで、エスメラルダと命名された。 偽装完了後にファルマスから出港し1856年11月7日にバルパライソに到着した。建造費用は21万7000ドルを要した。船体は木造で船底は銅板で保護されていた。推進装置はスクリュー式で搬送時には水中抵抗物となるスクリューを引き上げることも可能だった。コルベットであったが 同時期のフリーゲート並みに高級な設備を有していたと言える。武装は原則砲列式で32ポンド前装格好砲に10門を装備していた。1864年にスペインとの陳茶諸島戦争が起きると、フアン・レボエド艦長の指揮下で実戦参加した。1865年11月26日にパプード沖の太平洋上で、 スペイン海軍の砲艦コバドンガと遭遇し、戦闘の末に逮捕する勝利を収めた。路角艦、コバドンガは、チリ海軍に編入された。1867年から翌年にかけて、改装工事を受けた。これにより武装を、アームストロング射精40ポンド前装ライフル砲12門、およびホイットアース射精40ポンド前装格好砲4門へと、変更している。 ボイラーも乾燥した。1875年には悪天候で座礁事故を起こし、チリ山の屋材で修復されている。その後、士官候補生の練習公開に使用されたりしたが、1879年にペルー・ボリビア同盟との間で太平洋戦争が勃発すると、再び作戦行動に加わった。元艦長で当時は海軍司令長官になっていた。 レボエド大佐は、旧式な植木艦も不調だった、エスメラルダを、主力艦隊と分離し、砲艦コバドンガと共に、キ家の海上封鎖に当てた。1879年5月21日に、キ家のチリ艦隊は、ペルー艦隊の襲撃を受け、エスメラルダは、装甲艦、ワスカルの体当たり攻撃で撃沈された。197名の乗組員のうち、 艦長のアルトゥーロ・プラット・チュ以下135名が戦死している。エスメラルダの沈没地点を示す不評。エスメラルダは、生き家の海戦において勇敢に戦って沈没したと、チリでは評価されている。戦死した艦長のプラット・中佐は、今でもチリ海軍にとって最大の英雄である。生き毛沖42メートルの海底に沈んだ残骸は、 1973年にチリの国指定歴史記念物に指定された。1979年にはチリ海軍のダイバーによる潜水調査でその遺物が確認されている。毎年5月21日には沈没地点で式典が行われている。また、初代のエスメラルダ路角の戦勝と合わせてその艦名はチリ海軍にとって特別なものとなった。 そのため、21世紀初頭までに4隻の同盟艦が建造されている。うち3代目は、防護巡洋艦で日本に売却されて、泉となった。最も新しい6代目は搬送練習艦のエスメラルダで、2009年時点でも地理海軍で運用されている。地理海軍の解説では、コースト217.461ドルとなっているが、誤色と判断して、 本校を執筆した。グレイテストヒーローオ o ザ f the c h ビ l a n Navy チリ海軍公式英語版より。The ム a m e エスメラルダチリ海軍公式英語版より。ありがとうございます。